四大元素は、イタリアの画家ジュゼッペ・アルチンボルドが描いた一連の絵画の総称を。単に、次第とも。アルチンボルドは、自然科学への関心が高かった、マクシミリアン2世に、四大元素と、四季の二つの連作を捧げた。連作のそれぞれの作品は、日は乾燥した熱気であることから、夏というように相互に関係しており、大気は、春と、大地は、秋と、水は、 冬とそれぞれこうしている。四大元素は世界の構成要素である四大元素がそれぞれにふさわしいもので表現された作品であり、1566年に最初の連作が制作された。二つの連作はもに大きな評判を集めたため、後にいくつかのバージョンが制作されている。大気オリジナル版は紛失しており、現存するものは アルチンボルド本人による複製と考えられている。登場する鳥の大部分については、アルチンボルドによる素描が残存している。しかし、連作の他の作品と指示体やタッチが異なっていることなどから、アルチンボルドの作ではないと考える研究者もいる。また、象の頭部にところしと並んでいる鳥たちは、主に頭の部分しか描かれていないため、 それぞれの種類の特定を行うことは困難である。像の胸部に描かれた和紙と正面を向いた孔雀は、共にハプスブルク家の象徴である。ヒヒウチキンやオイルランプの他に、ろうそくや焚き木などが組み合わされているが、動物や植物を描いた作品と比較すると、アイテムの数が限られているために、相対的に、やや簡素な仕上がりとなっている。しかしながら、 銃や大砲といった火器を配置することによって、皇帝が四大元素としての火だけではなく、武器としての火をも統制することを示しており、その上さらに、金曜も大き子団の紋章及び、相当の和紙を描き入れることで、ハプスブルク家の権威の高さを強調している。大地アルチンボルドは、イノシシやシャモア、アカシカなどの動物のスケッチ画を数多く描いている。本作は、 それらを組み合わせて描かれたものであると思われるが、作画に合わせて寸法は調整されている。像の胸部に描かれた金色の羊毛や、ギリシャ神話の英雄ヘラクレスを象徴するライオンの毛皮はハプスブルク家にゆかりの深いモチーフである。水エビやタコ、ベラやヒトデなど、水中に生息する生物がぎっしりとひしめき合っている。 登場する魚の大部分は地中海に生息しているものとされる。甲殻類や貝は軍事力や武器を示しており、大きく広い海を暗示する真珠はハプスブルク家の広々とした領土を示している。真珠のアクセサリーが描かれていることのほかに、海が女性を象徴することから、本作は女性像を表現したものと考えられている。 頭の上に突き出た小さな魚のヒレとおぼしきものはティアラと思われる。国立西洋美術館主任研究員の渡辺晋介は、ヒデは立派な帝国であることを誇示するために武器を描いた。水に関しても理由があります。宮廷があったウィーンは海のない町。海の生き物を集めること自体が大変であり、驚きをもたらすものでした。宮廷に、 世界中のものを集めることが帝国や皇帝の力を示したのですと述べている。ありがとうございます。